突然ですがクイズです。こちらのコントローラー、相談と緊急、大きなボタンがありますが、この相談、何のためのボタンでしょう？正解はヘルスケアサービスです。この相談ボタンを押すだけで24時間いつでも看護師が常駐するアルソックのコールセンターへつながります。病院へ行くほどじゃないんだけどというちょっとした体調の変化をいつでもプロに相談できてとっても安心ですよね。そしてこちらの緊急ボタンはもちろんアルソックのガードマンがすぐに駆けつけます。急な体調不良や怪我の時、必要に応じて通報もしてくれるんです。緊急ボタンはコントローラーについているものだけでなく、ペンダント型のものもあり、首から下げておけばいつでもガードマンをお願いできます。でもいざという時、自分で押せない場合も心配ですよね。そんな方にはライフリズム監視のサービスもあります。これは毎日必ず使うトイレの扉を一日中一度も開けなかった場合に監視センターへ通知し、アルソックのガードマンが駆けつけます。他にも火災発生、ガス漏れ、熱中症注意、防災情報などの表示ランプで注意情報をお知らせする機能を追加することも可能です。熱中症に注意が必要です。こまめに水分を取りましょう。アルソックの見守りサポートは、ご高齢なご家族のもしもといつもに寄り添い見守るサービスなんですね。